しかしこのような古代の帝国というものは永続することはできませんでした何よりも奴隷的な身分にあった人々の力が次第に強くなり自律的な力を強めてくるということによってアジアの社会は大きく変動していきます奴隷の人たちがある程度権利を持った濃度が 濃度というような身分にこう変わっていきまた一方で都市ので商工業者というものが活動を非常に強めていく中で封建制という仕組みの中で大変地方文献的な社会ですねそれまでは非常に中央集権的だったのですけれど非常にまあ,あの社会的にも構成が複雑になり、まあ、国家も 多くの国家に分かれていくというふうなそういうふうな時代を中世というふうに呼んでおります、えー、まあ日本列島でも中世という時代は日本の国内がさまざまな国々、えー、大名によって分割統治された時代というまあ、そういうふうな時代を中世というふうに呼んでおります